はい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 、グリコの部屋。はい、どうも皆さん、イエイ。はい、じゃあ自己紹介からいきますか。はい、はい、あ、どうも、グリッターのイケメン担当、アイムです。はい、よろしくお願いします。そう、今日はあの新人の方でもやったんですけど、バサバサ翼でーす。いい、面白いね。嘘、うん、嘘、絶対嘘。面白いね、絶対嘘、うん。面白いね。はい、じゃあね、ということで、まあ二人で、やらせてもらってるんですけど、そうですね、今日は二人です、うん、まあ、ね、そのうち来るかなと思いながらね。いや、二人、あ、初めてじゃないですかね。二人でやるの？二人でやるの。あ、俺ら二人初めてじゃない？初めてですかね、うん、なんか慣れないね。なんか慣れないですね、うん。なんかだってアイムさんがいつも通りガーって言っても、うん、いつもいのりさんが止めたり、そうだね、なんなりしてたんですけど、うん、連携がないから。、うん、そう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 。何話そうかね。何話しますか、うん、何話そう、うん、ちょっと久しぶりにリスナーからなんか、うん、聞きますってか、リスナーのコメント披露します。うん、うん、まあじゃあ適当にね、拾おうかなって。面白いのがあったら。え、翼さ、はいはい、女の子の下着で好きな色何？女の子の下着、うん、女の子の下着だったら、うん、おってなるのはやっぱ黒です。なんで？理由は？いや、なんか、なんだろう、理由はないですけど、ちょっとエロいじゃないですか。黒はいいですね。黒いいんだ。それはね、いきなり、いきなりだわ。俺、俺緑とかがいいかも。緑って生えてる子いるんすか？いると思うよ。緑って、緑とか、青とかさ、あの明るい系ですか？ビーチみたいな、わかる。それ絶対水着じゃないですか、うん、ビーチみたいな感じがいい、ね。あ、うん、やっぱ爽やかな。いきなりすぎます。まあとりあえずまだね、エンジンが入ってこない。まあまあまあ、うん、だからちょっといろいろコメントください、コメント、うん、バンバン。でもね、最近ね、グリコを見てますっていう子多くない？あ、います？うん、よく言われる。あ、え、お店でですか？え、そうそうそう。あ、言われます？うん、そう。でもなんかこの間見てるけど言ってないみたいな。うん、あー、見てるけど言ってない族ね。言ってない族です。うん、まあ別にね、うん、そんな見なくてもいいけど。出た。まあそんなに見たいなら、まあ勝手に見ろって感じだけど。うん、そうね。今日パンチ効いてるやつとかいない？コメントで。まだいないっす。あ、まだいないね。まだいないっすね。生きてるやつまだ来てない。多分、うん、あと5分ぐらいしたら来るんじゃないですか。うん、あのうぜえ、うぜえみたいな、歩むうぜえみたいなやつね。確かに、歩むさんに当たってくるやつ、うん。そうそうそう。そういえばホワイトデーだったね。あ、そうですね、うん、ホワイトデーね、うん。みんなお返しもらったの？みんなもらってねえか。いやいや。まあ、あげてる人はね、もらうんじゃないですか。そうか、もらってねえよ。あ、もらった。ホワイトデー倍返しさせました。ホワイトデー倍返しさせたらしいですよ。知らねえよ。なんだよ、倍って。逆に、うん、アイムは金額ってこと？倍ってじゃないですか。
あー、逆にアイエムはあげたの？あ、いちかさん来た。あ、いちか来た。教えない教えない。うん、金額が倍。アイエムはあげる人もいないじゃねえ。なんなんだこいつ。やばい、うん、怒らねえだ、うん。いやでもさ、バレンタインデーとホワイトデーのさ、はいはい、不平等さわかる？え？わかる、不平等さ。どういうことですか、どういうことですか？だってさ、バレンタインってさ、まあ自分の好んでる人にあげることができるんですよ。はい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 。まあ最悪パラパラっと義理チョコバー振りまけばいいんでしょ。はい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 。でさ、男って男のプライドがあるからさ、それなりのものを渡す。あ、お返しです、ね。うん、女子ってちっちゃいあれにチョコ1個みたいなさ、うん、のとかだけど、男はそうするわけにもいかないわけでしょ。そうだから、ずるいのよ。はいはいはい、うん、しかもなんかバレンタインってチョコなりクッキーなりってなんか、うん、ほぼ決まってるじゃないですか。そうそう、ギリが一番ずるいね。まあ確かに、うん、バラまきゃいいみたいなさ。うん、そのくせお返し待ってますみたいな。そう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 。なるほどなるほど、うん、本当に。俺返してなかったよ。え？返してなかったよ俺。友チョコみたいなやつ。ああ。ああ。あ、友達いた？うん。いるよね。あ、オッケー。さすがにやめて。やめて。あ、ごめんごめんごめん。さすがにいる。アルコールいる？あ、どっちでもいいっすよ。本当？飲みますよ。じゃあ飲みますよ。うん、いちかさん久しぶりじゃないですか？いやいや、俺がそんな久しぶりじゃないよ。2週ぶりぐらい来てるよ、来てるよ、うん、背景ポケモンの時来てましたよ。ああ、そうだね。いや、どんだけ前の、あれ5人ぐらい、5人ってちょっとやっぱ多いよ。俺ポンちゃんの最後が多分最後だよ。うん、じゃあ久しぶりっすよ、それ。でもやっぱ5人ってちょっと多くない？うん、うん、わかる。そうだから、ちょうどいいかもね、1人消えて。そんなこと言わないでください。でもさ、はいはい、そうだから、ポンちゃんの最後1個来てないから、うん、あれだね。そう、まあ久しぶりっちゃ久しぶりなんじゃないですか。そうだね、久しぶりなのかな。わかんないけど、久しぶりだと思う。本物のイケメン担当来てくれてよかったって。ありがとうございます、うん、誰が偽物なの逆に。いやいやいや、誰が偽物なの？え、何こいつ。時間差。時間差、時間差。なめてんのマジで。いやでも、あゆむ顔をやつれたねって、うん、真ん中に偽物がいるって。ふざけんな。やばいよ。はい、出ました出ました、誹謗中傷。誹謗中傷。お前らマジ訴えるから。本当に誹謗中傷で、うん、誹謗中傷、名誉毀損で、うん、誹謗中傷でしか自分の愛を表現できない連中。本当に、いや、愛ってことにして、うん、愛で受け止めてんだね。本当にクソ野郎どもだ。俺太りました？てか、この映像と実物はやっぱりちょっと違うじゃん、光の加減とか。まあそうっすね、うん、あ、よかったよかった。そうそう、いや、なんか太ったよねってコメントが来てたんで、うん、でも実際太ったっしょ。でも始める前よりは太りましたよ、うん、太ってないよとも来てるけど、でも太って、まあ、腹、てか、翼今日顔ブスじゃね。え、嘘。いや、え、嘘、変わんないけど、こっちで見るとブスだね。うん、俺もブスだもん、なんか映ってるの。うん、はい。いや、認めちゃうんだ、その3倍今まで。実物の方がかっこいい。実物の方が、あゆむさんは、うん、そう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 、そういいみたいなね、うん、何その微妙な、いいみたいな。いや、なんか何、恥ずかしくて、なんかストレートに言えなかった。そう、やっぱり太るもんなの。太りますよね。だって俺始める前腹筋バキバキだったんですけど、うん、もう今全然ですからね、うん、ブヨブヨ。劇的に太ったもん俺。太りますよね、死にたくなるぐらい、うん、やっぱなんで太ったの。まあ、酒飲んだ後に飯食うからね。そうなんですよね、時間帯的にも。まあね、二郎だね、二郎ね、二郎、うん、二郎そんな言ってないけど。二郎、うん、まあラーメンなりっていうか、歌舞伎町の夜で食えるものってさ、エコなものないじゃん、なんか、うん、二郎しかないヘルシーなものないじゃん。いや、二郎行かないじゃん。おつ、おつぐらいじゃないですか、おつ。まあ、おつもでもがっつり炭水化物じゃん、うん、あ
そうだね、ヘルシーの。いや、アユム二郎以外のラーメン似合わないとか言われてんだけど。ああ、てめえ殺すよ。いや、で、二郎に失礼だ、逆に。なんか二郎似合うのちょっと嫌だみたいな。二郎ね。二郎だって、あれ、なんかやばいじゃん。まあね。まあまあ、なんか別に、すげえ美味しいっていうもんじゃないですよ。いや、おい。大将に怒られるよ。やばい、大将に怒られる。ゴリゴリに怒られるぞ。いや、癖になる系じゃないですか。うん、まあ確かに。あの、すげえもう味がめちゃくちゃ美味しくて、通うとかじゃないじゃないですか。うん、詰め込みすぎだろ、誹謗中傷。てか、なんなんだよ、おい。二郎系、勘違いイケメン担当、モドキってなんですそれですら、それですらなくなっちゃう。モドキ。俺もモドキやからね。え、マジキモいな、お前。でも、アイムイケメンだよって言われてるよ。うん、あ、そう、だから何？いや、そう、褒められたら褒められたり、なんかさ、しかも、アイムイケメンだよって言ってる人、同じっすか、ね、うん。え、ありがとう。モドキって言ってる人と。でも、アイムカップラで我慢しとけだって。は？うるせえし。まあ、カップラーメン食うけどさ。まあまあまあ。うん、カップラーメンはね、即席麺出た即席パンチ、即席パンチいや、何出た即席パンチ。いや、なんかあの、二人でさ、あの、うん、まあさ、お客さんの見えないところで、うん、あの、なんていうの、格ゲーごっこをしてたの。暇なことしてんな、二人で。俺大変だね。あの、翼は超貧乏キャラねっつって、うん、で、攻撃が即席麺です。貧乏だと即席麺ばっか、カップラーメンだけかける。即席パンチ。即席パンチって即席麺かけるんだ。おい、てめえ何してんだよ。ほんとに。やばい。画面から消えた。殴りに行った、殴りに。殴りに行ったね。説教してる、説教。どういうこととか言って。どうしたんだ、イノさんが来たんだ。そう、本来もう一人いる人が今いないから。イノリさん遅刻だ、イノリさん遅刻。やっと揃ったな。やっと揃いましたね。でも、あゆみさん聞いた割にあれなんだね。俺の名前入ってないんだ。え、あ、うん。そうだ、来ないと思う。え、だって来てなかったのさっき、ここに。ちょ、見てよ、急ぎすぎ、靴下での間違いだよ、これ。ほぼ一緒ほぼ一緒だけど。靴下での間違えちゃってっから、俺。熱っ。お、あゆむの彼氏来たって言われてるよ。めっちゃ汗かいた。ゲイ、ゲイ。ゲイ。ゲイ。どこに行くんすか？こっちですか？こっち、いや、真ん中は熱い。お願い。いや、でも、あゆむの彼氏なんだから。いや、いいよ、そういうのは。今熱いから。出た、この右と左の。どっちがどっちですか、一番左だと。いのりさん？いやいや、今映ってないじゃん。一番左はイノさんだよ。イノだね。いや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 、今俺映ったのにイケメンはないだろ。え、早く名前を名乗れだって。うん。一番左のやつ、名前名乗れって書いてある。まずお前なんて言うんだよ、名前。声ちっちゃってか。なんでいのりさんもあゆめさんみたいなキャラクターになっちゃってんすか。これ感染してくから。人にさ、人に名前を尋ねるときはまず自分からって、おばあちゃん言ってなかった？大丈夫、お前のおばあちゃん生きてるか。おばあちゃんが言っていたっつって。あっつ、いのりです。どうも。普通に言うんかい。はい。それはね、茶番だから、これは。そうだね、茶番だから。一回茶番だから。あっち。おし、あとまだ15分もあるよ。何するんですか。いや、俺結構さ、時間見るともうあと5分とかよくあるから。あ、はいはい、あの、ちょっと嬉しいんだけど。うん、うん、え、今日は嬉しくないと。あんま CM の行き方どうしようかね。どうします。うん、番組中に CM の行き方どうしようか考えてる。じゃあ、つばさ行く？行きます。うん、脇毛見せなよ。なんか、LINE がすごいね。CM、ドン。先生。何？勇気を出してボトルを入れたら断られたよ。あらら。ボトルお願いする前に。ハニーの甘み味わっとけ。この KY ボス。ハニー。開けたら最後、誰にも止められない。ありがとうございました。
経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。自分のことばっかり考えてた俺が今も自分のことばっかり考えてる。あっち怖い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 よ怖い。え、何のネタ？え、今の今なんかやってた。ああ、今やってたやつか。そう俺らもやる。いや、いいっすなんかウェイみたいな。ウェイじゃねえよ。ウェイじゃないよね。ちゃんとやってあげてよ、そこは。はい、汗が大変なことになってるよ。よいしょ。何話します？うぅ、ちぇ、マジ一回30分無言やったらどうなんですか。やばい、期待やばいっすよ、それ。え、企画ないのだって、翼なんかそろそろ、てか最近企画やってんすか。そろそろします。うん、え、もう企画は始まってるよ。あれ、なんすか、うん、何すか。え、絶対決まってないでしょ。決まってないじゃん。てか、たわし色してるな、やっぱここの画面で見ると。だ、誰があの、パジェロの、あの、外れの。バカ野郎、キレが悪い。わかりにくいし、キレ悪いし。クソ下手じゃん。もう困ったらこういうことで逃げるんすよ、アイムさんは。困ったら。てか、お前ら二人ともたわしみたいな色してる。いや、あー、うるせえよ、おい。でも、翼の方がどっちかっていうとたわしだね。たわし。あの、なんか、もじゃもじゃしてるし。いや、もじゃもじゃつかなんか、この毛の奥の色のなんか、陰影感が。お前、たわしだな。あの、アストキャラのいる格ゲー。こう、ボタン押したら切り替わるやつ。あの、俺スタンドみたいな。あー。うん、アイオレリー、もうアシストキャラじゃないじゃん、スタンドになったら。技じゃん。ゲーム。オラ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 っつってな。え、なんで俺の時だよ。タワシ系ホスト。おしゃれ、タワシ系ホスト。どういう感じだろう。会話できねえか。会話できないな。全然乗ってこないっすもん、アイムさんが。なんかアイムさん今日。コメントにしてよ。ローテンション気味だな、矢部さん。いや、今日はそうなんだよね。ちょっとスイッチ入ってないですか。うん、あの、健康すぎて、体が。ん、じゃあ不健康になることすればいいじゃん。そう、なんか不健康で、うわ、今日きついみたいな時ほど、はい、あの、やっぱりお前らでストレス解消できるなって、ここでですね、はい、あ、だからストレスが溜まってないってことですね。そうそうそう、溜まってないの。あ、これ刺してストレス溜めます。それで、あの、何を開けるの。アイムさんの心の闇を開ける。心の闇開けちゃダメ。だからもっとアイムさんにストレス溜めればいいんですよ、リスナーが。そうアイムさんのストレス。お前ら最近優しいな。いや、てか今日優しいから。そう、今日なんか今日すげえ優しい。そうなの、本当に。いつもそんな優しくない。てかさ、やっぱさ、優しいってつまんないよね、イコール。あ、まあ、え、だってさ、女でさ、いるじゃん、優しい人が好きみたいなさ、うん、まあ、いますね。あの、ベタな、何の返しもさ、うん、あの、する気うせるやつ。あれな、はいはいはい、あの、少女漫画でいう当て馬みたいな、うん、優しい男はモテないみたいな、うんうん、優しい人が好きってさ、例えば初回に言われたらさ、あー、そうなんだ、俺優しいよぐらいしか言って。確かに返しが、まあ、ね、返しが難しい。それか、あ、みんな優しいよ、うん、そう間違いないね。確かに、まあ、しかも大体超優しい人よりたまに優しい人の方が優しい人としてモテるから、ね、うん、モテるね。優しすぎても面白くなくなっちゃう、ね、うん、面白くない、はい、会話が終わっちゃいました。まあ、イケメンが好きって言われたらさ、まあ、ね、話題は広がるけどね。はいはい、うん、どう広げんの。え、俺イケメンでしょって。
いや、広げるとかじゃないじゃん。自己アピール、ただの。それただのナルシストじゃないですか。でもあれいない？初心者にありがちじゃない、うん、オラオラ、ちょっとド M なんだよね、うん、みたいに言われた瞬間からオラつくやつ。うん、あいるよ、そんなやつ。いるよ。なんか、うん。あの、不器用な。不器用なやつ。ド S か。不器用なやつか。オラつく人いるんだ、それで。でもさ、ド M って言われてもさ、うん、まあだ、女子の8割そうだね。で、心の中でも思っちゃう。でも、いやでも S な人ってあんまいないよね。あ、俺で会ったことないんだよね、S な人みたいな。でさ、あの、俺、てかさ、あの、うぜえ女いるんだよ。あの、いや、急に、急に元気だな。あの、あ、ド S が好きなんだ。うん、じゃあ、あの、ぶん殴ったりしていいのって聞いたことあって。違いだから。そしたら、うん、あの、それは S じゃない。それは S じゃないって何なの？だってサディストじゃん。うん。うん。まあ、でしょ？サディストのこと言ってんでしょ？うん。だから、要は、さ、顔面持って、おら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 なんか水の中に、おらおらおら精神的な話してるから。精神的サディストの話してるから。精神的サディストって要はさ、相手のさ、爪とか肺でさ、痛がってる姿を見て、なんかその泣きそうな顔を見て喜ぶのも精神的サディストだね。まあ肉体も含まれてるけど、あのそれをなんかそれは本物の S じゃないって、いやお前らそれが本物の S だからお前らマジ死ねって感じ。いやちょっとそれはそれはもうパークパークサディスト通り過ぎてただのサイコさん、パークパークパークただのサイコだからそれ。それが本物のやつですよ。サディストが全員それやるかっつって、サイコパス、そしたら社会終わるから、ね、お前らの言ってるのは亭主関白みたいな感じ。もう S だと思ってる。うん、本当に、うん、まあだから引っ張ってくれる人みたいなのが S っぽいみたいなね。ちょっと男らしい人が S みたいなね。そうベッドの上で見せる時々の M たまらんな。だって何ベッドの上で見せる時々の M って、男の人がってこと？そうだよ。だからある、いちかのチングリ返し。いや絶対しねえわ。あ、チングリ返し、チングリ返し、チングリ返し、こうやってやって。いや絶対しないわ。チングリ返し絶対しないわ。したことないわ。俺多分自分そんなんやったらやむよ。俺もいちかがそれやむ。想像できない。俺マジやむと思うよ。次の日マジやってんだろみたいな。いちかがやってたら最高だね。いや、やばいでしょ。超やむと思う。チングリ返しどうやってやるの？ちょっといや、やだよ。やむから。やむ。歩やってたって。あ？なんで俺、いつも汚れ仕事だ。汚れ仕事。なんかさ、俺さ、カタカナ目悪いからさ、歩がアコムに見える。ですよ。誰が、お金貸す人や。だから、キレ悪いな。あの会見を押す、会見を押す、誰がお金渡す。誰でもできそうな会社になっちゃった。いや、あの新生銀行レイクワとか言ってるやつ一回退出ね。だからなんで滑んだって。熱っ。悪夢軍曹。いや多分でも悪夢軍曹って言ったら多分アコムからめっちゃ金借りてる人だよ多分。そうやって出るとしたら新しいキャラ出るよ。ただの返し、ただの返し。しかもウケる。今日のアイム弱者って言われてるからね。弱者らしいよ今日。本当だ。あー口で勝てそう。うん、知らない別に。なんか今日あれだね、割とスルースキル高めで言ってんだね。てかお前らと俺あの口喧嘩してると思ったら大間違いだよ。うん、何してんすか。お前らは俺に飲み込まれてるだけだから。そう、飲み込んでたの。そうだよ。だってお前らが俺に何かを言うにつれて俺が楽しくなってくるから。はい、はい、それはもう俺の術中、うん、転がされてんの。お前らコロ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 。やっぱ今日キレ悪いっすよ。あ、タメ口？いや、しようねってちゃんと言ったじゃん。いや、絶対困ったでしょ、今。何も困らなかったから。あ、タメ口って、うん。あの、3回に1回こういうことあるから。3、4回に1回こういう俺のキレの悪さ出てくるから。タメ口って言って。だから今日結構レアな回。うん、レアな回です。
3、4回に1回だから割と高確率って1ヶ月に1回も、うん、大体見れるね、見てたら大体見れるね。なんか今日漫画生まれるね。あゆむんはハマらん、ハマれないタイプって言ってるやつと、あゆむんになら飲み込まれたいんです、うん、まあ、あゆむはハマられないタイプ、ははハハハハハって、だってこの姿が俺の全てだと思っているお前がまず滑稽だよなるほど滑稽だって滑稽だよ。でもなんかほら、だからさ、この感じを見てさ、ちょっとさ、うん、歩夢に会いに来られたらまた歩夢困るよね、うん、まあ困るね、うん、ああ普通の、こんな感じじゃないし、普通の内勤さんやってるからね、うん、普通に礼儀正しい人出てくるからね、うん、困るよね、結構困る困る、そんな求められてもね、うん、ド M っぽいって言われてるし、うーん、ド M ではないっすよね、完全に、うん、てかもう返し方がふーんって、いや、そっけないなふーんって、ド M っぽいっていうか、でもなんだろうね、うん、別になんかでも S っぽい子とか結構好きだよ、うん、なんか面白そう、ああ、うん、なんか絶対仲良くなれなそうな雰囲気醸し出してるからこそなんか仲良くなれるみたいな、あ、そういうのなかった、あの厨房の時、はい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 、でもなんかこいつ無理だなって思ってるやつがいいやつだとちょっと好感度高まるよね、そうそうそう、それそれそれ、マイナスからの、ね、ギャップだね、ギャップ、それはあるよね。え、やっぱあれなの、いちかは追っかけられたい派の人なの？いや、とことん追っかけられたいです。あ、うーん、でゴールした末にいちかがチングリ返ししてます。しねえよ、チングリ返し、しねえよ、チングリ返しチングリ返ししたらもうやばいよ ね、俺と翼追っかけたいタイプ、俺ら追っかけたいタイプです、ね、そうですね、前そういう話しましたよね、俺追っかけられたいっていうか追われてなきゃやだな、で歩もあれだよね、並走するタイプだよね同じ感じあ、でも俺どこにもたどり着かない、うん、なんか俺結構自由だからさ、やっぱうん、まあいいんじゃねみたいな、いいんじゃね、いいんじゃね、まあいいや、はい、今日もありがとうございましたやばだ、あと2分、はい、お疲れ様でーす。20秒ある、あ、やばい、下半身が透けてる、足がない、今ならチンギ足がないって、足がないって、足が見えない、謹慎な小僧だな、いやちょっと足が見えないはい、じゃあ来週もまた見てください、チングリ返しどんなのか教えて、つばさん、つばさん、チングリ返し、じゃんけんつばぐり返し、つばぐり返し、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を